五十嵐くんの連絡先が人生の余白なんだって。どれだけ経ってもあの味を思い出す。濃厚な味は消えない。ブルボン濃厚チョコブラウニー。書き下ろし小説ですよね、うん、はい、まあ、あの小説を読ませていただいて、まあ、ちょっとそれにインスピレーションを受けて歌詞も書いたので、かなり影響を受けているというか、多分友情をお話で書いてるんですけども、はいはい、その描き方がこう直接的じゃない分妙なリアルさがあって、うん、あ、なんか学生時代中高のなんか親友ってすごい嘘くさいけどさ、うん、それに似たようなやついたじゃん、はいはいはい、でも、うん、お前親友だぜって口で伝えるのは恥ずかしい距離感の親友、いましたね、そういう言わずもがなの、そう、でもこう自分 に、うん、似てるからさ、うん、喧嘩も多いし、うんうん、親友だとも言えないというか、その中でリアルな友情がね、なんか小説で描かれてね、あ、なんか思い浮かんだ人が 2,3 名いますね小中高で、うん、そう、なんかね、リアルな青春を描いていたので、なんか歌にそれをなんか僕も投影したく、ケンヤが今回の曲を作ったんですけど、はい、トマソンというタイトルでね、うん、もうあの仮タイトルの段階からトマソン、トマソン俺はもうトマソンをそのなんかこう、うん、友達、うんうん、友達にしてしまおう、うん、そう、見立てて大事な時になんかヒントになる一言をくれる、心を軽くしてくれる、うん、気が利く友達みたいな、はいはいはい、そんな風にね、あの曲作りにも反映させていただきました。あの素敵な小説でした、はい、濃厚にちなんで濃いこだわり、濃いこだわり、まあ、あのどの曲もこだわりを持ってレコーディングをしているんですが、はい、どうでしたか、レコーディング当時のこだわり、曲作り。やっぱりね、後を引く美味しさというか、チョコブラウニー、うんうん、この曲も聴いた後になんかこう後を引きたいじゃないですかそうね、こびりついていたいじゃないですか、うんうん、仕掛けをいろいろふんだんに、うん、途中でレゲエ調になったり、うん、いや、あれは面白いですよ。ピアノが今回メインですけども、ピアノの音色なんかこだわり、うん、あ、そう、あのいつも普通のね、グランドピアノとかアップライトピアノを使うことが多いんですけど、今回ホンキートンクピアノっていう、ホンキートンクそうそうそう、ちょっとまた普通のピアノとは違って、ちょっとね、どう違うんですか、どう違う、どう違う、なんだろう、調子一発でピアノだよね、いわゆる、ね、そうそうそう、ちょっとピッチがあえて悪い、うん、そう、ちょっとずれてるような、そのちゃんと綺麗ではない、なんかちょっと不器用なピアノみたいな感じ、それがの音色をちょっとあえて今回は選んでね、あの滑稽さというかね、うん、それをうまく出してるよね、そうそうそう、トンマ具合というかね、ゾロシの景観 のピアノで言う具合に出てるからね、本気トンク、うん、本気で弾いた一曲ですね、そうです、本気で、はいえはね、何笑ったの、いや、違ういや、自分下手だったいや、どう、下手だったいや、本当に、うん、あの今結構ファンクラブとかでも書かせていただいてる、差し絵を、差し絵を、そう、あの、うん、カルタに、カルタ企画の、今カルタ企画ね、あるんだけど、カルタの絵を描いてる、そう、それを書いてるんだけど、どんなに時間かけてもいや、ぜひね、ちょっとファンクラブ入ってチェックしてほしいですけど、宣伝しようかった、そうそうそう、ちょっとね、僕はそうですね、なかなか画伯なところはありますけど、みんなうまいよね、俺は正直うまいです、うん、うまい、うまいですっていうか、俺はあの漫画家になりたかったぐらい、うん、絵はね、あの美術部入ってたし、うん、ずっとちっちゃい時から絵を描くの好きなんで、うん、あのね、やっぱ絵が苦手な人はね、うん、物をやっぱ二次元でしかこう描き出せないので、ああ、そう、タイラーな、奥行きが難しいよねってね、無理でも彼なんかアニメ好きが高じて、アニメーション自分でたまに作ってたんで、そう、あれすごい、あれどうやってんの、パソコンでやってんの、いや、もう iPad で書いてて、うん、なんか、ね、アニメずっと見てると、半ばに枚数、あの、書く
カップしないようにスムーズに動くアニメーションを何枚描いてるのかっていうのが大体見えてくる。あれがすごい細かい、コマ割りだとヌルヌルしてるっていうのね。そう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 、そういうのもね、なんか自分で描いていくうちに分かったって、好きになってそう。誕生日の時に描いてくれてる。あ、本当？めっちゃいいね。え、個人的にプレゼントした。そう、ツイッターに上げて。あとあ。今日のおめでとう。器用だよね。うん。めっちゃ前隠して。僕でも美術の成績はめちゃくちゃ悪い。あ、悪かった。悪くないけどね。それは授業中に授業崩壊してたから。そうかもしれない。うん。ね、僕は書いたりしてはい。でした。はい。ツアーです。ツアーですね。うん、間違いない。そうですね。もう一日がこうたっぷりに感じますね。うんうん、楽しくて、本当。もう今濃厚な日々を過ごしてます。ツアーのおかげで、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱね。制作？レコーディング？そうだね。レコーディング時お菓子をひたすらつまんでますから。そうだね。僕集中すると糖分が欲してくなるから。そうですよ。やっぱレコーディングの合間に食べたいですね。食べたい。ってます、うん。甘い甘い声か。甘い声した。え、こういうの意外とさ、ケンヤの聞いたことなくない。あ、確かに確かに。中野くんじゃ恋はしてた。学生時代。学生時代。恋はしてたね。でも先輩。あ、本当。うん、年上好きで。へえ。憧れる。高校時代。中学時代。高校時代。やっぱ先輩先に卒業しちゃうから。うん、で、その卒業した先でもう新しい出会いがあったりとか。在学中はその告白しなかった。あの部活が恋愛禁止だった。あ、そっか、同じ部活の先輩が強い。そっか。恋、ないな、話したことで覚えてるとか。話したこと、もうやっぱ最後の演奏会で、うん、伝えたかったけど、伝えられなかった、なんか、うん、あ、恋、うん、そういう、あと話が薄かったです、うん、それは、まあ、同じ大学で出会ったんで、うん、はい、なんか本当変わってないかな。変わってない。でも周りがさ、就職したりさ、うん、結婚したりしていく友達ばっかりになってくる。そうそうですね。ずっとなんか学生気分でヘラヘラ遊んでんの、身の危険を感じる時期がね。でも一旦もう過ぎた。うん。そうですそうそうそう。こうなればもう若くいてやろうっていう。逆にもうね。逆にもう子供でいてやろうっていうね。あの振り切って割り切っていきます。うん、はい。はい、ということで新曲トマソン、はい、楽曲もね、あのいろいろ遊び心を詰め込んだ、ね、はい、ウィットに富んだ楽曲になってますが、そこに素敵なアニメーションもついてですね、うん、どうやらいろんな化学反応が起きてそうな本作、そうですね、完成したらば皆さん繰り返してみてね、楽しんでください、はい、よろしくお願いします。前からの演出でした。バイ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 。